皆さんこんにちは。なるほど店です。今日も青にオンラインで遊んできます。さあ今回は青の遺跡ですね、9階にチャレンジしたいと思います。噂では難しいということで、おカッパ鬼ちゃんですかね。カッパカッパカッパのマークのカッパ鬼ですね。さあ私もカッパ寿司さんよく行ってますね。美味しいですよね。けどカッパ巻きあんま食べないですけど、最近昔は食べてましたけどね。さあ四方八方からカッパ鬼が襲ってくるぞと、鍵を集めて扉から脱出しようと。またあれですか、物量作戦ですね。ダメですよ。本当にコウモリ鬼ちゃんとか鬼のように来ましたからね。こっちは、あ、こっちもありますね。あー、なるほど、もう3体いるんですか。お、鍵がもう1個。これどこに繋がってるんですかね。ちょっと待って、ちょっと、おお、危ない。今のセーフだったんですね。ちょっとあっちからも、おお、もう2つ出た。ただただですよ。どう行けばいいのか。さっきみたいに、ああなっちゃうってことでしょ。でも3体しかいないと考えれば、そんなに難しくはないですね。いや、3体以上いる。けど、どこがゴールかわかんない。ああ、こっちから行けるんですね。やめてやめて。これさっきのあそこに来るんでしょ、やっぱり。どこゴール、なんかこっちっぽいけど。お、違う。あ、あれ？あれ？もしかして。わ、結構長いですね、マップ。けど、ゴールです。ありがとうございます。左側もちょっとお見せしましょうか。あ、繋がってるんですね。おお、思ったより簡単でしたね。まさかの1回成功。8回と9回1回成功ですね。まあでも頑張ってくるくる回って、あのワープ使えばいけるってことですね。9回も。さあ次は難関10回ですね。行ってみたいと思います。では今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。